秋篠宮ご夫妻の長女眞子さん30と結婚した小室圭さん31が7月に受験した米ニューヨーク州の弁護士資格試験について3度目の受験で合格したことが分かった。試験は7月26、27日に行われ、9609人が受験し、全体の合格率は 66% だった。小室さんにとっては3度目の挑戦。大手法律事務所に就職したが、弁護士となると採用初年度の年収は約2000万円とされている。小室さんと眞子さんは21年11月に渡米。ニューヨークで生活をスタートした。これを受けネットも即反応。合格の一方で小室圭さんアメリカニューヨーク州の司法試験合格などが続々とツイッターのトレンド入り。コメントでも3度目で合格おめでとうございます、小室さんの合格めちゃくちゃ嬉しい、合格と聞いてなんかほっとしちゃった、よかったです、小室さんすごいですね、おや小室さん合格したんだ、これで生活は安泰ですね、小室圭さん一周回って好き、合格すごい、小室くん名実ともに弁護士やね、ほんまにすげえな、小室圭さん見習ってわしも来年は合格するぞ、眞子さまもホッとされたことでしょうね、小室圭さんの司法試験合格を聞いてなぜかホッとして地味に喜んでいる自分が不思議、おめでとう、なんか他人なのに安心した、諦めなければ夢は叶う、合格すごいやん、小室さん合格、久々にいいニュース、小室圭さんの世界ランクが急激に上がった、めでたい、眞子さんよかったね、などの祝福の声が集まっている。